we know little about stodana gautama, or buddha's father, in the history. wikipedia writes about stodana gautama only several lines as follows: stodana lamented his son's departure and spent considerable effort attempting to locate him. Seven years later, after word of his enlightenment reached Sudana, he sent nine emissaries to invite Siddhartha back to the Shakya land. The Buddha preached to the emissaries and their entourage who joined the Sangha. I, Hiroshayashi, understand that if we know What Stodhana was, then we can solve the mysteries a b o t Buddha as well. Here is my answer. ブッダの父親については、ほとんど知られていません。Wikipedia 百科事典の中でも、ほんの少ししか書かれていません。例えば、次のような内容です。ストダーナ。 つまり、ブッダの父は、息子のブッダが去ることを嘆き、ブッダが去るのを何とか思いとどめようとしました。で、七年後、ブッダが悟りを開いたのを知り、ストダーナは九人の死者を、ブッダを故郷に戻すため、ブッダのもとに送りました。が、死者たちは、ブッダに出会うと、そのままサンガに加わってしまいました。などなど、ここで言うサンガ、 というのは悟りを開いた人たちの集団を言います。無条件で慈悲をし実践する無執着の世界ということになります。がストダーナの正体が分かればブッダの謎も解けるはずです。今日はその謎解きに挑戦してみます。今日の動画は ヘロトトスで始まりますこれがそのヘロトトスです古代ギリシャの歴史家で紀元前485年から420年頃にかけて活躍した歴史家と言われていますヘロトトスは歴史という本を表しますまあ、今日まとまった形で伝承された世界最初の歴史書と言われていますそのためヘロトトスは歴史の父と呼ばれていますその中に大変興味深い 記述ががありましたこれがカンピュセ,、えー、セス2世というのはですね、キュロス2世を父に持つ、まあ、ペルシャ帝国の王ということになるわけですね。で、その王について、まあ、これから述べていきますけども、その前に大変こう人間関係が複雑ですから、あらかじめて言いますか、簡単にそのペルシャの歴史について 話しておきたいと思います。ヘロドト,トスの歴史に基づいて、その話を進めたいと思います。えー、まず、その舞台を説明したいと思います。えー、ペルシャですね。そして、現在のバグダットの南、約80キロのところに、えー、バビロンがありました。この赤い丸のところがバビロンです。まあ、現在はこのような廃墟になっています。 まあ、かつてはこのような壮大な都市交換があったものと考えられます。そしてもう一箇所、ペルセポリスです、えー。ダリウス王が君臨したペルセポリスです。この赤い点です。でやはりまあ現在は廃墟になっています。これは創造復元図ということになります。やはり壮大なこうした建築物があったと考えられています。そしてもう一箇所。 皆さんご存知のギザのピラミッドです。まあ、エジプトですね。で、このギザだけが、まあ、まだ征服されていなかったわけです。そこでカンビュセス2世がですね、エジプト攻略に出かけます。まあ、物語はここから始まるわけです。で、カンビュセス2世というのは、キュロス2世の息子ということになります。キュロス2世は、まあ、紀元前539年に、 バビロンを征服し、ペルシア一体を征服します。で、残るはエジプトだけということになったわけです。そこでカンビュセス2世はですね、エジプト攻略を企てます。まあ、その時にですね、カンビュセス2世は夢のお告げを聞きます。まあ、そのお告げによるとですね、弟のスメルディスがですね、王座を奪うと、まあ、そういった夢を見るわけです。そこでカンビュセス2世は、まあ、スメルディスをですね、暗殺してしまいます。で、 暗殺した後エジプトに向かいますでその時にガウタマという人がですね、その王座を奪ってしまったと。あくまでもペルセポリスに残る碑文にはよるとそういうことになるわけですね。でそれを良しとしなかったダリウスが、今度はそれを理由にしてガウタマを追い出しにかかります。まあ、これが大まかな流れです。まあ、それについて詳しくウィキペダの方で書いていますので、これからもう一度それを説明します。 ここが重要なポイントですから、画面を見ながらもう一度説明します。えー、ペルシャ全域です。バビロンです。現在のバグダッドの南約80キロのところにあったと言われています。そしてペルセポリス、その西にギザが位置します。まあ、こういう位置関係にあるということですね。そしロス2世がバビロンを攻略し、ペルシャ全域を支配します。そしてその息子のカンピセス2世が次いで、 ヘルシャを支配します。が、残るはエジプトととというここになったわけですね。ところが、エジプト遠征に先立ってですね、夢を見るわけです。それは弟のスメルディスがですね、王座に就くという夢だったわけです。そこで、えー、カンピシャス2世はエジプト遠征に先立ってその弟のスメルディスを暗殺します。で、そのカンピシャス2世がエジプトを遠征をしている間にガウタマという男がですね、王座に就きます、まあ。殺されたスメルディスの になりすまして王座についたと言われているわけです。まあ、これらはすべてペルセポリスに残る碑文によるストーリーということになります。でそれを良しとしない、えー、ダリウスがですね、まあ、ダレオスとも言うんですけども、ダレオスがそのゴータマを追い出すと。まあ、そして追い,追い打ちまでかけてますね。で、そうした様子がこの レディフの中に描かれています赤まで囲んだのがダレオス、まあ、すなわちダリウスです。そして足で踏んづけているのは、まあ、あの偽のスメルディスということになっていますけれども、これがゴータマということになります、まあ。ダリウスに言わせると、ゴータマはスメルディス,ス,メルディスのふりをして王座についた。まあ、卑怯なやつだということになるわけですね。あくまでもこれはあのペルセポリスに残る碑文によればという話ですよ。まあ、現在、まあ、研究が進んで,です、ね、むしろガフタマの方が正当な 多い継承者であったことが分かっています、まあ、ともかくもこの足元で踏んづけられているのが偽のスメルティスということになるわけです。なおちこれがゴウ,ウタマということになるわけです。まあ、ダリウスに言わせるとゴウタマが、まあ、スメルティスになりすまして王座についたということになるわけですね。でこれがダリウス。下の踏んづけられているのが、まあ、ガウタマということになります。念のためヘロトトスの歴史、 を紹介しますそれによると紀元前525年のエジプト遠征を前にしたカンピセス2世は夢のお告げで弟のスメルディスに王位を奪われるのではないかと疑念を抱き密かに殺させたというところが秘密裏であったことが仇となりカンピセス2世がですねエジプトに行っている間にペルシャ本国ではマギで大神官のガブマタが スメルティスになりすまし、ペルシャの王位を略奪したという、そういう話なんですね。で、まあ、同じ話になりますけども、で、ここからさらに話を前に進めてみたいと思います。まあ、このようにして、紀元前522年にダレオス、つまりダリウスは王位に、ペルシャ王国の王位につくわけです。で ここに3人の、まあ、王が登場するわけですね。いわゆる、まあ、カンプセス2世、別名カンブジエ、そしてガウタマですね。そして右にダリウス、ダレウスということになるわけです。で、これはサンタ・ポルナーレ・ヌーボーに残る壁画ですけども、3人のマギということになってますけども、えー、左から、えーまあ、カンプセス2世、そしてガウタマ・ダリウスということになります。別名カンブジア。ペルシャではいろいろな名前で呼ばれていました。で、ここからが本題です。 えー、その中にこんな記述があります。ここに注意してください。えー、カンピセスという名前がです、ね、父のいわゆる、まあ、マルドックの記念祈祷のする名前の中にあったということですここが注意。ここが重要ですから注意して読んでください。マルドックへの祈祷において、カンピセス2世の名前が、父キュロス2世の次に記されていたということです。 マルドゥクがここで出てきました。すなわち、縁起の息子ということになります。これで、この王たちとマルドゥクがつながったということです。これは大変な意味を持つ一文かと思われます。でマルドゥクというのはどこにいるかと言いますと、父が縁起なんですね。でこれがバウンダリストーンですけども、えー、上位に縁起がいます。今、それをエアーと書いたのは、これが縁起です。これが縁起、エアーですね。その息子がマルドゥクということになります。二、えー、段下にいます。 マルドックですマルダックと読む国もあるみたいですね。延期マルドックです。となりますと、この、まあ、カンピセス二世、それからあガウタマ、それからあキュロス二世についてもそうですけども、マルドックを信仰していたということになります。これがマルドックです。で、そのマルドックですけども、人間ではありませんでした。 えー、顔は人間のようですけども顔はオーバーオールヘルメットをかぶっています。えー、マルトゥーが人間でなかったという証拠はこの足にあります、えー。歩行補助装置を身につけています。この黄色い部分が、えー、本来の足ということになります。そして赤い部分、左の方が歩行補助装置ということになります。サンダルの上に、まあ、異様に薄っぺらい足を乗せているということになりますね。まあ、この他の他、えー リフと比べてみるとそれは分かりますこれはニムルードに残ってい,る残っていたあの、まあ、紙ですけども、この足に注意していただきたいと思います。でこの足を、まる、あまあまあまあ、クな人、大変よく似ているわけですけども、足と歩行補助装置の間に隙間があります、その隙間を通して、その向こうにある衣服の一部が見えています。 横線です斜めの線が一致している点に注意してください。この緑の部分はサンダルです。でサンダルと足を止める紐のような、ベルトのようなものも、えー、表現されています。まあ、正確に表現されてていいいるととうここですねそしてこの赤い部分が 歩行補助装置であるということになります。まあ、これについては続く動画の中でもう一度説明しますけれども、要するに古代の神々はこうした歩行補助装置なしではこの地上を歩くことができなかったということになります。まあ、これと同じ足をです、ね、マルドックが持っているということですね。すなわちマルドックは人間ではなかったということになります。で、えー、ストダのゴータマもその流れを組みますから、まあ どういうい、まあ、何,何分の1人間とは言い切れませんけれども、少なくとも人間ではなかった可能性があります。そして、まあ、そのストダのゴータマと前の間に生まれたのがセッターアルダゴータマですから、セッターアルダゴータマについて言えば、まあ、例えば2分の1ハイブリッドであるとか、3分の2ハイブリッドであった可能性が大変高くなります。今、右にお見せしているのが現在、人間が使っている歩行補助装置です。 でガウタマの話につなげていきます。これはハーフェイ・クラフトさんという方が書いたブッダという本です。まあ、その本によればですね、ペルセポリスの碑文に書かれているガウタマというのは、えー、ブッダのお父さんのストダナゴウタマのことではないかということなんですね。えー、思想も一致すると。そういった観点から同一人物であると判断しておられるようですで。それを紹介しているブロックがありましたので、 えー、全文翻訳していましたが、ここではその一部を紹介します。ブッダにつながったというわけです。で、セッダ・アルタ・ゴータマという男が、後のシッダ・アルタ・ゴータマ、すなわちブッダになったというわけです。セッダ・アルタ、シッダ・アルタ、音が似ているということですね。 つまり、えー、ブッダの故郷はペルシャであったということになるわけです。まあ、日本人の私たちにとっては大変ショッキングな内容かと思います。つまり、えー、ブッダの 故郷はペルシャであったということになります。えつまり、キュロス2世、そしてその息子のカンピュセス2世はマルドゥクを信仰していたということになります。そしてその、今度は逆にマルドゥクについてですね、ゼカラシチンが大変興味深いことを書いています。それをこれから紹介します。まあ、こうしてマルドゥクと はっきり言えばガウタマとつながっていくということになりますそのゼカリシッチンと解読したタブレットによればですねアヌ、えー、王たちが地球を去るときに忠実な王とそしてマルドックを残したということですでマルドックっていうのはまあ人間の女性と結婚してますからねアヌ王はそれを許さなかったということになるわけです で、マルドクは、まあ、翻訳通りによれば、ですね、クソくらいと言って、妻の方を選んで地球に残ったということになります。で、マルドクはエンディル・イッパ、いわゆるレプタリアン族ですね、ラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだと。こういうふうに話が流れていきます。 でイナンナというのは当然エンディル派の、まあ、女性であった、女神であったということになります。でまあ、互いの間に激し,い激しい戦争があったというふうに書かれています。であの南旗が地球を去ったときにはマルトクの妻はすでに死んでいたと。でマルトクはまあ嫌われ者だったということになるわけですね。 で、核で市内の宇宙基地を破壊したと。で、マルドクの周辺から、イルミナティという言葉が出てくる点に注意してください。えー、あるべき権利、権力という、まあ、イ,ルミイルミナティというのはテラスという意味ですけどもね。 まあ、いろいろな勢力争いがあったということになるわけです。まあ、マルドゥクというのはそういう立場の、まあ、神であったということになります。で、エンデル・リッパとラム族と、えーまあ、サーペント族ということになるわけですね。 まあ、ゼガレシチンによればですね、今の今も、まあ、そうして人間たちは操られて、神々の第一戦争をしているにすぎないということになるわけです。これがマルドックです。まあ、こうしてマルドックとペルシアの王とつながったということです。そして、 ペルシャの王とガウタマ一家ですよね、ストダナ・ゴータマ、そして息子のセッタ・アルタ・ゴータマがつながったということになります。セッタ・アルタ・ゴータマという名前はペルセポリスの皮文にすでにありますから、私たちがブタと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマはペルシャで生まれたということになります。で、これが三人のマギということになります。まあ、このマギについてはたびたび説明してきましたので、えー、今日は省略しますけれども、中央にいるのがガウタマのうち、すなわちストダナ・ゴータマということになります。 えー、セッターアタゴータマスナーチ、シッターアタゴータマスナーチ、ブッダのお父さんということになるわけですね。えー、ジョボンノーとも呼ばれています。で、これがサンタポルナーレ・ヌーボーの壁画ですけども、三人の紛。みなみトラボーはフリジャーボーカプテル店に注意してください。一番向かって左がダリウスです。顔なども一致します。それからあのトルコのケープを身にまとっています。まあ、おう座の星座を。 ををっった姿勢をとっています。そして、中央がストダナゴータマ、すなわちブッダのお父さんということになります。そして、その息子が私たちがブッダと呼ぶシッターダルタゴータマということになります。その証拠に、このお父さんはの,まあその苦行中のブッダということになっていますけれども、この、えー 彫刻のの台座にはゾラスター教の神事が彫り込ままれていますここが重要ですよ。ゾラスター教の神事が彫り込まれています。なわち、えー、ここでゾラスター教といわゆるマルドックがつながっていくということになります。そういう流れになってくるということですね。いわゆる、まあ、マルドック、そしてゾラスター教、そしてペルシャの王とつながってくるということになります。ですから、ペルセポリスには世界最古のアフラマザーのレディーフが残っています。 まあこういう形で上位にマルドク、まあ、下の方にカンブジャ、ガウタマ、ダリウスと置いてつながっていきます。で、マルドクですね。ンキの息子ということになっています。まあ、こうしてつながっていくわけです。ここが重要ですね。なおち、ガウタマの上位の神は マルドゥクであり、さらにその上の上位の神は延期ということになります。そして、ストダナゴタマが、まあ、レパール、現在のネ、ね、パール、えー、ロンビネへ逃げていき、そして、仏教を立ち上げたということになります。そして、当然、その上位にいるのが、まあ、アフラマズダということになるわけですね。まあ、ゾラスター教ということになるわけです。そして、その流れの中から、ブッダが仏教を広めます。こうして それぞれの神がですね、有機的につながっているということになります。が、ここで話が終わったのでは、林博の名前が泣きます。林博のナスカリ論を使って証明します。ペルシャですね。そして、王国の、まあ、言うなれば首都であるバビロンです。 そしてダリウスが即位したペルセポリスです。そして左にギザですね。この位置関係に注意してください。そこでバビロンからナスカに線を引いてみます。バビロンです。この中心に点を取りました。今中心にその廃墟が見えます。ここからナスカに線を引きます。ナスカです。注意深くご覧ください。 この、まあ、右から右の線がそうですけれども、これがバビロンから引いてきた線です。この滑走路の下を正確に横切ります。正確に横切ります。注意深くご覧ください。つまり、この滑走路の下の底辺は、バビロンの方向を示しているということになります。ブルーに線を、色を変えておきます。で、次に今度は、 ペルセポリスからナスカに向かって線を引きます。ペルセポリスのこの神殿の中心に点を取りました。そしてナスカに線を引きます。ナスカです。今度は先ほどの滑走路の上の辺をと正確に、正確に重なります。注意深くご覧ください。つまりこの滑走路は、 下の線辺はですね、バビロンを示し、上の辺はペルセポリスの方向を示すということになります。で、バビロンラインですね。そして、それと関係のあるペルセポリスがこのような形で示されているということになります。緯度、経度はここに示しておきますから、皆さんもご自分で確認してみてください。正確にこの2つの線と重なります。が、ここで終わっては、 いけませんねルンビニです今度はルルンンビビニニからナスカに線を引いいてますルンビニははこれは遺跡ではなくて、後の、まあ、記念日ということになりますね。まあ、ともかくもルンビニからナスカに線を引いていますと、滑走路がちゃんと見つかるんですね。大変細くて長い滑走路ですけども、その細い滑走路をやや、まあ、斜めに横切るながらということは、その細い滑走路の間を 斜めに横切りながら先ほどの滑走路へと正確に繋がっています上のグリーンのラインがこれがルンビニから引いてきた線ですつまりこの滑走路に3つの点からの線が重なっているということですねまあ、ナスカ理論によればですね私のこのように関連性のある遺跡はま一つの滑走路に集まるということなんですねバビロンそれからペルセポリスルンビニとつまり ルンビニそれからペルセポリス、バビロンは、まあ、そういった人たち、はっきり言えばエイリアン、空を自由に飛ぶことができたエイリアンたちによって計画され、管理されていたということになります。3本の線を注意深くご覧になってください。まあ、このようにナスカリ論を使って、これらの3者は同じ神々の支配下にあったということになります。つまり、 関係があったとということになります以上、ブッダの故郷はペルシャであったということになります。セッタ・アルタ、すなわちシッタ・アルタの名前はすでにペルシャのペルセポリスの碑文に残っていました。そして、ブッダのお父さんは、少なくともブッダのお父さんは、マルドックを信奉していた。そのマルドックの流れから、 ゾラスター教が生まれ、マザラストラがゾラスター教を行こうして、そしてペルシャ一帯に広がっていたということになります。それを受け継いだのがストダナゴータマであり、またその流れを受け継いだのがセッターアルタゴータマスナーチ、ヒッターアルタゴータマスナーチ、私たちがブタと呼ぶその方であったということになります。Bye for now. They needed it because they needed it when they walked on this planet, the Earth. They needed it because of its heavy gravitation of the Earth. It was a wearable, power-assisted walking device. それが歩行補助装置ということになります。広林浜祭ジャパン古代の神々はエイリアンでした。エイリアンでした。古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。古代の神々はこの地球上では自分の足では歩くことができませんでした。 だから歩行補助装置を身につけていました。こうした事実を軽く見ないでいただきたいと思います。繰り返しになりますけども、古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。自分の足では歩くことができなかったからです。つまりエイリアンでした。これが動かぬ。 証拠ということになりますで、これはアッシリアで見つかったレリーフです。ニムルードで見つかったレリーフです。この神の足に注意してください。この神の足に注意してください。奇妙な足をしていますね。サンダルに異様に薄っぺらい足です。 ここが重要です。そして、このふくらはぎのところに注意してください。何かおかしいですね。そして、注意深く見ますと、この足の部分とふくらはぎに当たる部分の間に隙間があるのがわかります。そして、その隙間から、その向こうに衣服の一部が見えます。注意深くご覧ください。これが動かぬ証拠です。 古代の神々がエイリアンであったという動かぬ証拠です足とそしてふくらはぎの歩行補助装置との間に隙間がありその隙間から向こうの衣服が見えています着色してみました横の出ますか横線が一致しているところにも注意してくださいすなわち衣服がその間につけて見え,見えるということです By 林です隙間がありますね。衣服が見えますね。なおち赤い部分は歩行補助装置ということになります。他にもいくつか例があります。これがまあ現在私たちが使っている歩行補助装置です。で、この像についてもそうです。 顔は人間ですけども仮面です。その証明もいたしました。黄色い部分が足です。そして赤い部分が歩行補助装置です。この仮の場合も足と歩行補助装置の間に隙間があって、その向こうの衣服が見えています。これが証拠です。皆さん、どうかこの事実を軽く考えないでください。これが動かぬ。 的証拠ということになります古代の神々はこの地上をこうした歩行補助装置なしでは歩くことができませんでしたすなわちエイリアンだということになりますそしてその流れが現在の神々へとつながっています比べてみてください他にもいくつか例がありますそれについては別のところで説明しましたが この紙も歩行補助装置を身につけていますただ向こうの衣服がはっきりしませんけども同じように考えますとやはり歩行補助装置というふうに考えられますではこの日本ではどうであったかもちろん古代の神々は歩行補助装置を身につけていましたハマックス。 999さんから、こんな情報が届きました。北海道埋蔵文化センターに、その歩行補助装置らしくものがあるということなんですね。で、早速調べてみました。これが、キウス4、遺跡から見つかったアーティファクトです。中が中空になっています。そして、足があります。これだけを見ると、歩行補助装置と判断することは、 難しいですね。で、このアーティファクトと八戸で見つかった合掌道具と比較してみます。大変よく似ているのがわかります。そして同じものがセルビアのビンカでも見つかっています。なぜこのように三角座りしているかということになりますけれども、 彼らにしてみればですねこのような座り方をしなければならなかったという肉体的理由があるわけですで私はこれを歩行補助装置と判断いたしましたその理由の一つがですねセルビアの文化で見つかった道具ですこれがセルビアの文化で見つかった道具ですそして、 下半身だけの土偶も見つかっています。そして、この左の二つを足したものが、右の土偶ということになり、その土偶は、長野県知の市で見つかった、仮面の女神とコンセプトを同じにします。ここで注意していただきたいのは、セルビアのビンカで見つかった、この三角頭の土偶と、そして、長野県知の市で見つかった、仮面の女神とがですね、 同じコンセプトで使われているという点です。今比較していますから注意深くご覧ください。三角頭で頂点のところには穴が開いています。そして肩がカクンカクン型であることに注意してください。これは日本の土偶にほとんどの土偶に総じて言える特徴です。カクンカクン型ですね。人間のの関関節節より1本関節が多いいではないかと、 林博は判断しています。頂点のところに穴がありますね。で、口がとんがっていて、ここにもやはり穴が表現されています。え肩のところはですね、え敏感の方は穴ですけども、日本の土偶の方は円が描いてあります。そしてえ、特に注意していただきたいのが、このおへそです。おへそが盛り上がって、そして穴が開いています。大変よく似ているということですね。 注意深くご覧くださいが足は違うという風に皆さんはお考えになるかもしれませんそれについてはこの続く動画の中で説明しますともかくもこの左の土偶はですね私はほぼまあ、セルビアのビンカの土偶と比較してもですねほぼこれは歩行補助装置であると判断して良いのではないかと考えています 右が青森県八戸で見つかった合掌道具です同じように三角座りの形で表現されていますコンセプトが同じだということですねこれがこの動画の結論ということになりますが合わせて古代の神々は歩行補助装置を身につけていたという点をどうか再確認してください なうち、そうした装置を必要としなければこの地上を歩くことができなかったということになりますワン・ツー・スリー・フォー・ジョ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 ・モンジンファイ・シック・セブン・エイジョ・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 モンジンワン・ツー・スリー・フォー・ジョ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 ・ジ